北海道の知床半島沖で観光船が遭難した事故で、昨日運航会社の桂田精一社長が、海が荒れた場合は船長の判断で引き返す条件付き運航だったと述べたことに対し、斉藤国土交通大臣はありえないと否定しました。条件付きということはありえないものだと。斉藤大臣は出航を判断する基準を明記した安全管理規定があるとして、桂田社長の説明に疑問を呈しました。